これだけちょっと説明しとかなあかんな。そう、なんか2021年の春からね、なんかイコカの範囲が広がるらしいです。で、このカメラもつながるんですね。いや、これは便利じゃないですかね。ついにつながるということでね、これでズソンといけるようになるのかな。これでも1個かエリアを超えて利用いただけません。どういうことだろう。これ亀山からその魚介とかそのまま来れるようになるのかな。微妙な感じなんですけどね。でもこれね、これパッと見てな、関西線がつながるんやなって、思ったんですけど、なんでかな、なんで逆に言うと今までつながってなかったかなっていうのをね、ふーと思ったんですよね。で、予想ですよ。完全に何も根拠取ってないですけど、あの予想なんですけどね、関西本線、あ、ちょうど、この先の駅だ、で、要は、なんでできないかって言ったら、大体考えられるのはね、あの予算的な問題とかそういうのもあるかもしれませんけど、基本的には、IC カードのやつを入れた方のが、ね、予算浮きますし、低コスト化のためにやるわけですからね、結構地方の駅で導入も進んでる。特にね、JR 西日本は進んでますよね。そうそうそう。そう。ということで、その関西線がつながるってね、ことになったんですけど、じゃあなんで今更なんやってね、どうしてかなっていうのを考えたんですよ。で、タイミング的に考えたらこれじゃないかなっていうのを、私の予想ですけどね、何の、根拠も、根拠は一応あります。桑名駅がさっき取ってきたじゃないですか。で、改札きれいになりましたよねって、あれが、ここの関西本線、亀山と鴨間の間の、IC 化を可能にしたんじゃないかなという予想です。なんでやって。ね、なんで桑名の駅とこれが関係あるんやって言ったらね、関係ないくない理由をね、見つけたんですよ。っていうのは、桑名の駅大きく変わりましたよね。っていうのは、JR と近鉄の改札が分かれたんですよ。で、なんや、それだけやないかって話なんですよ。これね、非常に大きくてですね、結局、桑名の駅から、共同改札だったら、近鉄に乗るのか JR に乗るのかわからないんですよね。まあ、それがあって、真坂とか、あと通の駅なんかが、JR の方が、IC カードが使えないというのは、それが原因らしいです。ね、あるわけですと。どっちの経由で来たか、桑名初通域だったらわからないと、いうふうになりますね。共同改札やから。で、まあ特に通とかまさかの方は、伊勢鉄道がね、第三セクターが絡んでくるから、そうすると余計にね、それが あると、お金の問題ね、絡んできますが、これはね、まあ問題ですよ、いうことですよね。じゃあ、それと、被るような、路線網があるのかっていうのをね、可能性があるんじゃないかってことを考えたわけです。そしたら、あるんですよ。それがね、この JR 関西本線、のずっと行って、大和路線になってきますけどね、まあ一応関西本線か、ね、にある柏原駅ってあるじゃないですか。あの柏原駅って近鉄の共用駅なんですよね。で、私が昔の動画で、年末に旅行した時に、去年の、あれですね、土日エコ切符じゃない、近鉄の週末フリーパスね、使って柏原駅で降りようと思ったら JR の改札になっとって、対応してなくてね、それで手動で開けてもらってね、すいませんって言って通してもらったって、いうことがありましたよね。そうなんですよ。近鉄は共用駅になっとって、あれ JR の管轄になってるんですよね。なってたんですよね、柏原駅。そうかと。柏原駅から通して、桑名駅で出たら近鉄か JR か分からないと。ね、いや、JR とか物好きおるかというね、話になっちゃいますけど、JR の ところです。ここで JR のところですよ。ね、いるかもしれない。ね、JR にいますよ。まあ私、ここに鴨からね、桑名から鴨までやってきてる人間いますよ。ね、あり得るわけなんですよ。ってことなんで、多分それがあって IC カードのここは繋げれなかったんじゃないかな。で、桑名の駅がそれが解決したんで、で、通とかは解決してないですけど、そもそも使えないという前提ですから、じゃあ、問題ないよねっていうことで、ここも IC カードが使えるようにできたんじゃないかなっていう予想です。どうでしょう？当たってたら、誰か何か褒めて、まあ別にいいけどっていう感じですね。ということをちょっとふと思いました。